皆さん、こんにちは、マーティン。ではの脈ボイキングとかです。新型コロナウイルスの医療、この本で密着いたしました。まあ、いろいろ感染拡大、アウトブレイクです、つまり、はい。まあ、いろいろありますけどもね、はい。医療はすでに壊滅状態。はい。いろいろおかしいね。まあ、味覚もだけど、ごほうごほういろいろあるね。はい。おかしいね、まあ。いろいろ保健所に報告、まあ、発熱が増加。まあ、インフルエンザの流行が疑われたが、あれおかしいなと思ったね。危険予測が全く予測されなかったら、慣れっこではダメです。はい。クラスターがよく起きますね。これおかしい。やはり勤務調整がどうなるか。やはり急遽休校が大事、休業ですね。大変なもんですね。医療はすでに壊滅状態、2週間以上も停止。いろいろ、新チームを結成したそうですね。いろいろ。もうクラスターは起きますね、はい。他社のいろいろなところでも。ただ医療は減ってますがね、クラスターはね、はい。いろいろ手袋、いろいろなものを着手すること、まあ、継続と中止のもの、まあ、記録とかいろいろな評価。そして入院時の対応もほぼ中止ですね、はい。継続ができ、ほぼできない状況。まあ、失われますね、いろいろと。まあ、いろいろ業者も、はい。いろいろあってね、はい。事務スタッフもまあ、頑張ってますね、休まず、はい。まあ、病棟周り、外回りの患者を別したそうです。テレビ、カード、無料配布、まあ、患者さんのために、はい。いろいろな対応ですね、はい。これが、英寿総合病院の様子ですね、はい。いろいろ準備しなきゃいけない、防御、制御、はい。トイレ行くときも大変です、はい。まあ、いろいろですね、コロナ禍、まあ、準備も終わりますがね、はい。個物処理も大変です。はい。だから感染を起こさないことが大事。まあ、脱ぎ方については、まあ、介護職員でやった討議にやりますので、それは飛ばして、まあ、いろいろね、はい。陰部洗浄は丁寧に、はい。看護科ですね、あとは。まあ、医療はすでに、遠征ケアの見送りの難しさにも直面したそうですね。これ大変ですね。勤務に追われると大変です。死者がもう多く、まあ、いろいろな業務の見直しもありますし、情報共有、時間によって大変ですね。はい。医療はまあ、すでに改革、壊滅状態、まあ、記載の内容と、あとは報告、いろいろクラスター班など PCR 検査の結果、いろいろ常用共有しなきゃいけないです。遅れては意味ないです。はい。あとはご家族さん、家庭内の感染もよくあるところですね、よく。これを広げないために、いろいろ面会とかも制限したりとか、タブレット、オンラインの面会も、はい。これね、今、オンラインの時代でございます。さらにね、頑張れっていう声もある。まあ、出勤できない子供もいるね。家族もいますね。やはりよくあるね。はい。というわけで、新型コロナウイルス、クラスターが起きた、英寿総合病院看護部の話でした。バイバイ。